はい、こんにちは、森田丸です。本日もですね、コミュニティ動画の解説をさせていただきます。本日はですね、平泳ぎです。平泳ぎを泳ぐときに肘が立たないのですが、どうしたらよいですかという質問です。ここはですね、クロールも、どの種目もそうなんですが、こう肘を立てるっていう意識っていうのはやっぱりね、その一つの理論、その要は泳ぐための考え方っていうことを考えると、肘を立てるっていうこと、もしくは立つというところって頭に入っちゃいけないんですよね。もうそこは意識してしまうと泳ぎを止めてしまいます。でもこれは例えば僕が泳ぐとかトップ選手の時に肘が立ってるんで、そこに意識がいってしまうんですけど、あれは立ててないんですよね。なのでそういうところも含めて今日はしっかりまたやっていきましょう。でこれはやっぱりそのクロールでもね、やっぱりこう僕の中ではそういう動作っていうのは現役時代も肘を立てるとか考えたことない部分とかあるので、結構動画の中で、まあ当初からですね、この動画が始まってもう何人もなりますけど、この肘を立てないでいいですよとか引きましょうっていう動画って結構流してるんですが、やっぱりですね、未だに肘をこう立ててとか、グッてこう平泳ぎとか脇を締めてとかってよく言われるんで、早く浸透してくれたら嬉しいなと思うんですけども、でもそれは何でかっていうところ、僕はその理論がどうこうっていうよりも、やっぱりそこは何でかって考えていった時に、そこの要は肘を立てることとか脇を締めすぎないっていうことにつながっていくんですよね。ではどういうことかというと、肘ね、もちろん立ってますよね。で手を書いてきてっていう風になってきます。ですので決して肘、体が止まらないように前に進む。でも体だけ進んだら手かけないですね。だからちゃんと扉を開いていくような意識の中で、その流れで手を書いていくっていう形をしてあげるといいです。それをプルブイ使ったりとかして練習してあげると、この手で強くね、キャッチとかじゃなくて、流れの中で体が前に行って、そして流れの中で手がかけてくるんで、余計な力入っていけませんので、そのあたり気をつけながらやってみてください。